はい、あやめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は7月10日に放送された NHK 杯戦の西田五段対伊藤匠五段戦の最終盤で、西田五段側にあった奇跡的な絶妙手の解説をさせていただきたいと思います。今166手目ですね。伊藤匠五段が44同馬と応じた局面になります。ここはもう流れ的に伊藤匠五段が苦しい将棋を粘って逆転して、次の17金打ちや17歩成からの詰めろをかけたということで、もう流れ的に後手が勝つだろうと、そういう状態になっておりました。ところが、ここから17金や17歩成からの詰めろを解消しつつ、先手を勝ちに導く信じられない絶妙手がありました。ちなみに実戦はここから西田五段が5五角と打ったんですが、確かにこの瞬間は、馬が動くと王様取られてしまうということで、17金から詰ましに行っても詰まず詰めろが解消されているんですが、同馬同歩にもう一回4四角と打つのが好手で、今度こそ17金や17歩成からの詰めろを受けることができず、西田五段が負けとなってしまいました。ということで、じゃあ一体ここでどうしたらよかったのかというお話なんですが、ここからですね、なんと7七角と打つすごい手がありました。これなら、先手がむしろ有望な展開だったようです。7七角に対して仮に同馬と取りますと、3一成銀と取った時に先手玉が詰まないんですね。例えば17金と打つと同桂同歩成同歩同香成同銀と進行しまして、これ以上先手に有効な王手をかけることが難しくなります。例えば同香成なら同香と応じた手が逆王手で、これは後手が逆に詰まされて負けになっちゃいますね。合駒に2一成銀まで詰んじゃいます。ということで、この馬筋を通すのが絶妙手で、同馬と取ってくれれば3一成銀で比較的簡単に、後手が勝てるという変化になっておりました。先手が勝てるという変化になっておりました。例えばここから2二金と頑張ろうとしても、3三銀と打ち込む痛烈な一着があります。仮に同桂なら2二金同玉2一金と打って詰みですね。また3三銀に同馬と取るのも同桂成と取られまして、これはちょっともう必死級になっちゃいますね。同桂と取っても取って3二金から1三玉2二角以下詰みになってしまいます。また、同金と取るのは2一成銀で詰まされちゃいますね。ということでちょっとこれはダメです。ただですね、一応3三銀に3六桂同歩6四角という抵抗はありますので、この解説もしておきます。これに対しては5五桂と合駒するのが馬の利きも止めてぴったりですね。以下3一角に同金と進みまして、3三桂で一応銀を外すことはできるんですが、同桂成同金4二角と攻めていきまして、例えばこれ金取りを2二金とか受けようとしても、3三角成同金2一金打ちで詰まされてしまいます。なので2二玉と上がるしかなく、そこから2五桂馬と、先手も持ち駒を使い果たして少し薄い攻めではあるんですが、これでバッチリつながってますね。3二金は同金から3三桂成で詰みますし、4三金は同桂成と取られちゃいます。なので仕方なく4四金と行かざるを得ないんですが、ここで3三桂成としまして、1一玉なら、3二金で必死かかってますね。ですし1三玉も3七桂と跳ねるのが好手で、これで次の2五桂2四玉3二成桂という詰めろになっておりまして、先手の勝ちが確定します。5九馬なら2五桂2四玉2二成桂もしくは3二成桂で4二の角の空き王手で詰んじゃうというわけですね。またここの3七桂の瞬間に3五金っていう次の一手問題に出てきそうな妙手もあるんですが、これは取らずに同歩と取ると3六桂で詰んじゃいますし、同銀も1七銀からかなり危ないことになっちゃうんですけど、2五桂と跳ねて同金同銀で、次の2三成桂同玉2四銀という詰めろを見せて先手の勝ちが決まります。先手玉は1七銀同歩同歩成同香同香成同玉で詰まないですね。ということで、
この7七角が絶妙手で、仮に同馬と取ってくれれば今の変化で割と簡単に先手が勝てるという流れになっていたようです。本当にすごい手ですね。まあ、30秒将棋でこんな手が飛んできたら本当にちょっと発狂しちゃいそうです。で、7七角に対する後手の最善手は一応この6六歩と打つ手のようです。これもまたすごい手ですね。ただで取れる角を取らず6六に合駒をしていくと。で、ここから3一成銀とかやっちゃうと、まあ、1七歩成から、まあ、長手数ではあるんですが先手玉が詰んでしまいますので、先手は同角と取る一手になります。そして同馬ですね。まあ、これで一歩犠牲に7七ではなく6六に馬を行くことができました。これでさっきと全く同じようなんですが、実は微妙な差があって、さっきと同じ筋で行くと先手が負けになる変化があります。ちょっと進めてみましょう。ここから3一成銀と行くんですが、2二金と埋めます。以下3三銀ですね。これでさっきと同じ要領で先手勝ちに見えるんですが、まあ、3六桂同歩6四角以下の変化が微妙に違ってきます。で、5五桂3一角同金、3三桂同桂成同金、4二角と、さっきと全く同じ変化で進んでいくんですが、2二玉2五桂4四金に、仮に3三桂成とやっちゃうと1三玉3七桂と同じように進めた時に、今度は3五金が絶妙手で先手が負けになってしまいます。同銀は1七銀から詰まされますし、同歩も3六桂で簡単に詰まされますね。で、さっきと同じように2五桂同金同銀で詰みのように見えるんですが、今度は馬の位置が6六におりますので、なんと3七銀という絶妙手から先手玉が詰みになってしまいます。仮に同玉なら4六金3八玉3七銀からバラしていって3八飛車と捨てるのが戦慄な一着で、2六玉なら1五銀同玉なら4六桂3七玉3九飛車以下、4七玉なら3八飛車なり2六玉も1五銀で詰んじゃうというわけですね。なのでちょっとこの変化は詰んじゃうので、じゃあ同銀はどうなのって話なんですが、これも3九銀が絶妙手ですね。以下同玉に4七桂と、この馬筋を生かして強引に攻めていきます。さっきはちょっとなかった攻め筋ですね。さっきは馬が7七にいたのでなかった攻め筋なんですが、今度この4七桂が打てて詰んでしまうと。以下2八玉に3八金同玉3九飛車と打ちまして、2八玉は2九飛車打ち、4七玉は5七飛車で詰んじゃうというわけですね。まあ、ということで、ちょっとこの変化、恐ろしいことに先手が3五金という絶妙手で負けになります。なので遡りまして、2五桂4四金のところで、まあ、3三桂成ではなく3三角成が今度は静着となります。以下3一玉に4四馬と取って、ギリギリ残しているという形ですね。これで今度銀の守りがしっかりありますので先手玉は詰みません。例えば8九飛車とやると、4三桂ならず4一玉3一金4二玉に3三桂成までの詰めろとなっております。なので、まあ、この4三桂ならずからの詰めろがあるので、先手がギリギリ勝っているという形になります。一応その後手のここでの最善の頑張りとしては、5五馬と切り飛ばしまして、同歩に2四桂と打っていく、まあ、これは3六桂からの詰めろっていう手がありまして、まあ、これはこれで結構先手も怖いところだと思うんですけど、一応、まあ、30秒将棋で本当にこれ勝ちきれるかっていうと相当プロ同士でも怪しいとは思うんですが、まあ、一応ですね、6四角と打って、まあ、先手に、まあ、その評価値で言うと1000点ほど、有望という数値が出ております。6四角以外だとほとんど互角まで落ちます。6四角に対して、まあ、5三桂と合駒するのが唯一詰まない応対になりまして、以下、5四歩と突き出してこの角が、まあ、攻防に効くのでギリギリ先手が勝っているという形ですね。まあ、とてもちょっと30秒将棋で正確に指せる変化ではなさそうなんですが、以下一例として、まあ、4二金打と頑張ったとしても5三歩成といきまして、が3六桂3九玉5三歩に3三歩と、次の3二金からの詰めろをかけていって、先手玉はわずかに詰まず、
まあ、先手玉全く詰まず、後手玉はちょっと受けが難しく、先手が大優勢の展開となっていくという形ですね。今のはちょっとあくまでも変化の一例ですが、まあ、少なくとも、まあ、先手が不利になる変化はなく、結構変化は多岐にわたるんですが、7七角と打っていれば先手側が有望な形勢でございました。本当にすごい手ですね。で、7七角に最善は、6六歩と打つ、これもすごい手なんですが、正確にやれば1一成銀2二金3三銀から正確に指していけばギリギリ先手が残していそうという展開だった模様でございます。いや、本当にすごい終盤ですね。まあ、3三桂成ではダメで、3三角成、3一玉、4四馬と、この変化であれば先手玉が詰まず、後手玉が4三桂ならずからの詰めろで、まあ、受けても先手の攻めが、ギリギリ繋がっていく格好で先手の勝ちだったというわけですね。まあ、この6四角から5四歩と突き出す味が本当に素晴らしいですね。遡りまして165手目の4四金のところでは、同馬ではなく3二馬と取るのが静着で、これなら後手が有利な形勢だったようです。以下同成銀に同銀と取って3一角に2二桂馬と徹底的に面倒を見ていくという指し方ですね。先手玉は詰まないんですが、3三角同桂同金に2一金と、がっちり打っていきまして、4二角成3一銀と、まあ、ひたすら耐えていく展開で、一応もう切らすのは本当に大変なんですが、評価値的には後手に500点ほど触れているという形勢でございました。まあ、後手としてはもう本当にこうやるしかなかったというところですね。またもう少し遡りまして、保守1四強打ちで伊藤五段が逆転した直後の局面なんですが、ここから実戦は3一金と打ったので、まあ、若干紛れが生じていくという格好になりました。まあ、本譜の紛れにつながっていったということですね。ここでは実は7一角と打つ保守がありまして、これなら一気に決まっていたようです。一例として4二金には1七銀同桂同歩成同歩同香成同香同香成といきまして、仮に同銀は同角成同玉1九飛車で、詰みですね。2八玉は1八金ですし、1八合駒は1四香車と打ちまして、2六玉なら3五銀、1六香なら、まあ、同香と取りまして、同玉なら1八飛車成以下、2六玉も3五銀と打ちまして、1五玉は2四金から1五香ですね。1六玉も、まあ、1八飛車成と取られて、合駒に打って取って、まあ、金打って逃げて香打ちという感じで、比較的容易な詰みとなってしまいます。なので、まあ、これに対しては同銀と取ることができず、3九玉と引くことになっていくんですが、以下1九飛車で2九香車と合駒を削って、2八金4九玉に8二角と、まあ、馬筋がスーッと取っているので後手玉が詰まないということを計算して、8二角で後手が勝ちになります。例えば3一銀には1一玉と逃げる変化がありまして、2二金には同馬と取って詰まないというわけですね。ということで、ちょっとこの変化できませんので、まあそうですね、8二角にじゃあ4三銀成はどうなのって話なんですが、これも3九飛車と打ちまして、5八玉5九飛車成同玉7七馬と馬をフル活用して、6八合駒に5七香5八金6七桂4九玉3九金打ちで、詰むという恐ろしい変化でした。まあ、伊藤五段としてはこの7一角という幻の絶妙手を打っていれば、本譜と比べてすっきり勝ち切ることができたというわけですね。本当に7一角もすごい手ですね。まあ、ということで、伊藤匠五段は、絶妙手7一角を、西田五段は絶妙手7七角を逃して、互いに混戦となると、最後に伊藤五段の方に指運があったと、そういう対局でございました。本当に、終盤で現れた、なかなかこういう手が隠れているっていうのは NHK 杯戦においても滅多にないんですけど、本当に本局は2人の熱のこもった対局のおかげで、こういう手が、水面下に現れていたのかなと思いました。それではここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。